ショートリコイル。ショートリコイルとは、弾丸の発射時に発生する反動、作用、反作用を利用した自動装填式重機の作動方式、反動利用式、リコイルオペレーションの一形態である。反動利用式の中で最も広く使用されている、作動方式で、主に自動拳銃、機関銃等に採用されている。発射の際に重心というが固定されたまま、反動により、 薬莢の全長以下の短い距離を交代するため、小リコイルと称される。これに対し、小リコイル作動と同じく反動を利用式だが、重心、油底が固定されたまま、薬莢の全長以上の長い距離を交代する、ロングリコイル作動方式も存在する。金属薬莢の実用開口。 様々な自動装填機構を持った銃器が考案されたが、最も初期に実用化されたものが、1884年にハイラム・マキシムが発明したマキシム機関銃である。マキシム機関銃は、小リコイル作動方式を採用し、遊程の閉鎖方式には1850年代から米国で普及したで使用されたトグルジョイント機構が用いられていた。一方、 1893年にドイツで開発され世界初の市販自動拳銃とされるボーチャードピストルにもトグルジョイント閉鎖機構を持った小トリコイル作動方式が採用された。以後、閉鎖機構等の形態を変えながら小トリコイル作動方式は機関銃、自動拳銃へ採用されていった。しかし、小トリコイル作動方式は重心がレシーバー。 機関部に固定できない構造であるため、重心が固定されている。作動方式に比べると命中精度で劣り、また、重心に大きな衝撃を加えると、故障や暴発の原因となる。そのため、精度が重視される上、重心に重剣を装着して、白兵戦を行う、必要のある不評用の小銃に採用された例は、珍しく、フェドロフ M1916 や、 ジョンソン・ m 1941自動小銃が数少ない採用例として知られている。第1次大戦、第2次大戦を経て、小トリコイル作動方式は各種の改良、発展が遂げられ、ブローニング M20 機関銃、MG42 機関銃、コルト・ガバメント、ワルサー P38、ブローニングハイパワー等の現代へつながる銃が生み出された。現在、 閉鎖機構を持った自動拳銃では小型軽量に設計できる小トリコイル作動方式が最も広く採用されている。他方、機関銃ではガス圧作動方式が一般的となり小トリコイル作動方式を採用した銃はブローニング M20 機関銃 MG3 等少数派となった。また、機関銃以外では強力な弾薬の使用と軽量化の両立を目指した。 バレット M82 等が小取コイル作動方式を採用した例として知られている。銃弾が発射される際には燃焼ガスの圧力が銃口内の前方向へかかり弾丸を銃口側へ前進させる。また同じ圧力が薬莢にもかかり、有定の方底面を押して後退させようとする。この際弾丸が銃口を離れる以前に有定が後退し、 薬莢が薬室から抜け出てしまうと、重口内の高圧ガスが漏れ出し危険な状態となる。このため、重口内の圧力が安全域に下がるまでの間、有定の抗体を抑制する機構が自動装填式重機には必要となる。小鳥コイル作動方式では発射の際に重心と遊定を何らかの機構で閉鎖結合し、弾丸が重口から出るまでの間、 その状態を保持する機能を持つ。閉鎖機構の解除には、反動、弾丸と燃焼ガスの全身移動、加速による反作用が利用され、まず反動により、重心と遊定が閉鎖されたまま一定の距離を交代する。その後、弾丸が重工を離れ、重心が定位置まで交代した後に、カム等の作動により、遊定の閉鎖が解かれる、解鎖。その後、開鎖された遊程は、 解釈されるまでの交代動作の完成により、またザバネを圧縮しながら交代し薬莢を排出、最後尾まで交代した後に圧縮した複座バネの力により、前進、次弾を断層から装填し再び重心という体は、閉鎖された状態へ復帰する。蒸気が、小取コイル作動方式の原理であり、重心という体が、 閉鎖結合されたまま短距離を交代することが、ショートリコイルの語源となっている。数は、プロップアップ式閉鎖機構を持つフェドロフ M1916 の、ショートリコイル作動模式。上記後の動作後、遊定は、交代を続け薬室から薬莢を完全に引き抜き、薬莢は肺、鎖薬構、エキストラクター、エジェクターにより排出される。その後、 幽艇は終始位置まで後退し圧縮された複座バネの力により全身へ転じ、次の銃弾を弾倉から押し出す。押し出された銃弾は、つぶいの位置で誤座したままの重心薬室に装填され、幽艇は重心後部へ当たりロッキングブロックは、レシーバー内突起により回転上昇、再び重心と幽艇は閉鎖結合される。さらにまた座バネの力により、 重心という体は結合されたまま前進し、頭蓋の状態へ復帰する。小トリコイル作動方式は、他の作動機構に比べ下記の特徴を持つ。ノーウィッキー、ノーウィッキー構造に近する動作不良ノーウィッキー、ノーウィッキー重心という体が、閉鎖結合されていない状態での発射を防ぐため、重心が交代し、有体が解放された位置では、引き金を引いても撃破しない構造となっている。 このため白兵戦や近接戦闘などで露出した重心を敵兵に掴まれたり銃口を押されたりすると発射不能となる。銃自体を掴めるような前に来られた時点で撃てようが撃て前が大して変わらない。上げ足取りでは自動装填火器の黎明期となった19世紀末以降、様々な閉鎖機構を持つ小トリコイル作動方式が考案されたが、 その多くは淘汰され現在ではプロップアップ機構の系統とティルトバレル機構系統が主流となった。下記は小リコイル作動方式で採用された閉鎖機構の代表例。トグルジョイント式は薬室の閉鎖及び解放を継い手を持ったトグルの屈曲により行う。遊程と機関部が発射ガスの圧力によりわずかに後退した後に完成でトグルが持ち上がり、 薬室が解放される。マキシム機関銃、ボーチャードピストル、ルガーパラベラムピストル等に採用されたが、閉鎖機構の強度不足、作動に必要なスペースが大きい等理由で、以後の銃での採用例は少ない。ブロックアップ式は、重心と有定の閉鎖結合を、重心に装備された貫抜きを、ロッキングブロックと有定に装備された、ロッキングラグにより行う。 ロッキングブロックが上下に作動し、有定の閉鎖及び開放を行うことから、プロップアップの名称が付けられた。モーゼル C96、フェドロフ M1916 や、ブローニング M20 機関銃、14年式拳銃、バルサー P38、ベレッタ M92 等に採用された。作動機構の小型化に限界があり、部品点数も比較的多くなるため、 現代での自動拳銃への採用例は少数である。ティルトバレル式は、重心と遊定の閉鎖解放を、重心の上下動により行う。遊定の解放時に重心が斜め下方へ傾くことから、ティルトバレル式と呼ばれる。また、開発者、ジョン・ブローニングの名前から、ブローニング式とも呼ばれる。構造の簡略さと小型化が可能なことから、コルトガ場面と、 ブローニングハイパワー、シグ P220 等、ショートリコイル作動の自動拳銃では現在まで最も多く採用されている。ティルトバレル機構を持つ代表的な M1911 系拳銃では、重心の薬室付近にロッキングラグを設け、スライド内側の溝と結合させる構造となっている。重心という体が交代すると、重心後端はバレルリンクの働きにより、 下方へ移動し、結合が解かれる。ジョン・ブローニングは後に、m 九百十一のリンクをカムに置き換え簡略、改良した、閉鎖機構を持つブローニングハイパワーを開発しており、この形式を改良をブローニング式と呼ぶことがある。シグ p 百二十は、重心の薬室上部と肺、鞘口とを看護させて閉鎖する機構を採用し、近年の改良ブローニング式では、 主流となっている。この形式は、遊定内側に閉鎖機構の加工を必要とせず、製造が容易なために20世紀末から急速に普及した。ロータリーバレル式は、ロッキングラグを設けた重心を、螺旋状のカムで回転させ、遊定との結合、解除を行う。ロテーティングバレル式とも呼ばれる。閉鎖機構の強度を比較的高く設計でき、 部品点数を減らせる等の利点はあるが、重心の外周にロッキングラグを設け、回転させる構造のため有 t やレシーバーが大きくなる傾向にある。オブネゴンピストル等に採用された。近年での採用例は、ステアー TMP、ブルッカー透明 MP9 マシンピストル、ベレッタ M8000、ベレッタ PX4 等、比較的少数である。ロータリーボルト式は、 油定の回転により、油定のロッキングラグと重心後端の閉鎖、解放を行う。油定は、レシーバー内のカムにより、回転、ローテーティング、ローテーティングさせられるためローテーティングボルト式とも呼ばれる。閉鎖機構の強度を高く設計しやすいため、ボルトアクション方式やガス圧作動方式では一般的だが、小トリコイル作動の重機では、MG34。 オートマグ、バレット M82、ジョンソン M1941 自動小銃等、少数の採用に止まる。ローラーロック式は、薬室左右付近に設けられたローラー状のロッキングブロックにより、遊定の閉鎖を行う。閉鎖機構に比較的高い強度を持たせることができ、ローラーを使用することにより変摩耗を防いでいる。MG42、MG3、 CZ52 等へ採用された。なお、MG42 の簡略型の試作過程で、ローラー遅延式ブローバックが派生しており、ローラーロックと構造も似ているため混同されることがあるが、両者には下記のような違いがある。ローラーロック機構によって、重心というが閉鎖結合されており、弾丸が重口を離れるまで閉鎖結合は解放されない。重心は、 油堤と閉鎖結合されたまま反動により交代する。油堤の交代は、ローラーと複雑羽によって抑制されているが、完全に結合した状態ではなく、発砲時には、銃口内の燃焼ガスの圧力により、薬莢が押し出され、弾丸が銃口内にある間に油堤が移動を開始する。重心はレシーバーに固定されて動かない。ロングリコイルとは、 主に三弾銃で使用される方式で、日本の三弾銃市場では、重心交代式と呼ばれることもある。この方式で最も有名なものは、ジョン・ブローニングが1902年に開発し、その後1998年まで100年余りの機関製造が続けられ、戦前の日本では、半自動式三弾銃の代名詞的な存在ともなったブローニング男である。 ロングリコイルでは撃発と同時に重心と遊程が一体となって共に交代しリコイルスプリングで重心が先に元の位置へ押し戻される際に交代を続ける遊程から空薬莢が排出される遊程の前進開始と同時に断層から新たな相談が薬室に供給され遊程が閉鎖されることで時短装填が完了するロングリコイルは フローニングオート5の登場以来、1963年のガス圧利用式のレミントンゲーム1100登場まで半自動式散弾銃の主力であり続けた。日本でも日本領重世紀が富士ダイナミックオートとしてこの方式に参入し、その他の競合他社、SKB 工業、KFC 川口や林重宝店、キラ電車もこの方式の半自動式散弾銃の製造販売を行っていた。 ロングリコイルは、機構がやや複雑になるが頑丈で信頼性の高い、銃を製造できる反面、多種多様な装薬量のショットシェルを打つ必要がある。三段銃においては、銃装弾になるほど伊手にかかる反動が、指数関数的に強くなり、極端な軽装弾や伊手の片付けが不十分で、銃身に十分な反動が発生しなかった場合には、容易に作動不良を起こしてしまう欠点があった。 そのため、ガス圧利用式の技術が向上しどのような相談でも、安定したガス圧力を供給する自動ガスピストンなどの新機構が普及すると、ロングリコイル式は次第に廃れていくことになった。しかし今日でも、イタリアのフランキガとしてこの構造の三段銃の量産を続けており、同じイタリアの高級元折三段銃メーカーのもこの、方式による手作り高級三段銃の 注文生産を続けている。三段銃以外の採用例では、アメリカのレミントンが1906年にレミントンモデル8として、半自動式小銃にこの構造を採用。ハンガリーでは1907年に、拳銃。フランスでは1915年に、f m、MM、m l e、ER、1 9 1 5軽機関銃がこの構造を採用している。イナーシャオペレーションとは、 ロングリコイルと同じく主に三段重で使用される方式で、シャーグロンの方式をもとに、イタリアのベネリ社が開発した完成を利用して作動する反動利用方式である。資料によっては、イナーシャドリブンやイナーシャシステムと呼ぶ場合もあり、日本語直訳では完成利用方式、または完成モーメント方式となる。この方式は他の方式と異なり、 有艇の抗体に重心にかかる反動に加えて、有艇自体に内蔵された反発バネの力も利用する。これにより、重心の抗体量を必要最小限に抑えることができ、なおかつ有艇の反発バネの反作用で重心からの衝撃を相殺するため、重心抗体に伴う衝撃が相手にすべてかかるロングリコイルよりも衝撃をかなり小さくすることが可能ともなる。また、 反動の発生を重心の交体量のみに頼らないために、ロングリコイルでは重心交代に必要なエネルギーが不足するような軽装弾を使用した場合でも安定した回転を行うことができる。ただし、この方式を採用するメーカーは、現在のところは開発元のベネリとベネリのアンダーライセンスを受けたフランキなど、ごく一部に止まっている。人種ではあるが、 実用化された、半自動回転式拳銃には、反動利用方式が使用されている例が多い。例、マテバオートリボルバー、ウェブリーイコールホスベリーオートマチックリボルバー。実用化されたガスト式機関砲には、反動利用方式が使用されている。小リコイル作動の銃は、発射ガスの圧力で作動する、ブローバックやガス圧利用の銃等とは異なり。 銃口内を塞ぐ等の処置を施しても、空砲の火薬の燃焼による反動は、弾丸の発射時に比べ、はるかに小さいため作動しない。そのため、M20 機関銃等では、機関部に固定される、空砲発射用アダプターを装着し、空砲のガス圧によって、重心を後退させ、遊程を後退させる力を得ている。この時、銃は、小鳥コイル作動を行っているのではなく、 ガス圧利用の作動方式に変わっている。もともと、重心交代の補助用にが装備される、ビッカース重機関銃や、MG42 等では、マズルブースターの中心口を絞った、空砲用ブースターと交換することにより、空砲のガス圧だけで動作させることがきる。拳銃では、このような空砲用アダプターは一般に存在しない、ため、映画の小道具、プロップ、 ステージガンでショートリコイル作動の拳銃等を使用する際には閉鎖機構を除去しブローバックと同様の構造に変更することが一般的に行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。